ジョアン・ミロは20世紀のスペインの画家、カタルーニャ地方の出身。かつてスペインではカスティーリャ語以外の言語は公的には禁止されていたのでカスティーリャ語式の読みでホアン・ミロと書かれることもしばしばある。現在ではカタルーニャ語の原音を尊重してジョアン・ミロまたはジュアン・ミロと表記するのが通例である。ミロは パリで、シュルレアリスムの運動に参加したことから、シュルレアリストに分類されるのが通例だが、ミロの描く人物、鳥などを激しくデフォルメした有機的な形態、原色を基調にした激しい色使い、あふれる生命感などは、古典的、写実的描法を用いることが多いたのシュルレアリストの作風とは全く異なり、20世紀美術に独自の地位を築いている。 ミロは1893年、スペイン、カタルーニャ地方の中心都市、バルセロナに生まれた。ちなみに、ガウリ、ダリも、カタルーニャの出身である。ミロは1911年、18歳の時、うつ病と腸チ,チフスを患い、療養のためカタルーニャのモンロッチという村に滞在した。このモンロッチの村の環境が、ミロの芸術に大きな影響を与えたようである。ミロは、 この頃から画家を目指すようになり、翌1912年、バルセロナの美術学校に入学した。1919年には、パリに出、この頃から、モンロッチとパリを往復しつつ制作するようになる。パリでは、ピカソラ芸術家とも知り合い、また、シュルレアリスム運動の主唱者であるアンドレ・ブルトンと出会う。ドナー・ヨセル・ミロの作風は、同じシュルレアリストでも、ベルギーのルネ・マグリットや、 ダリラの古典的、写実的描写法とは全く異なる、自由奔放なものであるが、ブルトンは、こうしたミロの絵画こそが真のシュルレアリスムであるとして共鳴し、ミロはシュルレアリストのグループに迎え入れられることとなった。ミロは画家という肩書きにこだわって狭い世界に閉じこもることを嫌い、パリではアメリカの作家のアーネスト・ヘミングウェイやヘンリー・ミラーなどとも交流があった。 1930年代からミロはバルセロナ、パリ、マリオルカ等のパルマデマイオルカにアトリエを持ち制作した。1944年からは陶器や彫刻の制作をはじめ作品の幅を広げていった。1956年にはパルマに大規模なアトリエを作り作品の規模も大きくなっていく。また、このアトリエでは 絵画以外の分野の職人との共同制作を行い、陶器、壁画、彫刻などを次々と生み出した。晩年には、コンクリート製の大型彫刻や壁画などのパブリック、アートの対策を数多く残している。1970年には、日本万国博覧会のガス館に、東半壁画、無垢の笑いを制作するため来日した。ミロは1983年、アトリエのある、 パルマデマヨルカで老衰のため90歳で死去した。愛知県美術館には絵画が、福岡市美術館にはゴシック制度でオルガン演奏を聴いている踊り子が、岐阜県美術館には人と月が、富山県立近代美術館にはパイプを吸う男がそれぞれ収蔵されている。ありがとうございます。